さあメインストーリー第5話やっていきましょう。結構シリアスなね展開です。控え室です。気持ちはわかるけど、あ、これはやっぱり、ごめんなさい、でも全然平気ですから。おい、全然平気見えねえぞ。大丈夫かよ、こんな高熱でライブなんて。無理決まってんだろ、もう青ざめてんじゃねえか。いや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 、無理だろ。ナナ、ファンのみんなに謝罪しに行こう。ねえ、はい、こればっかりはもう。ちょっと待ってください。大丈夫なんですよ。ほら、歩くのだって全然。ミコさん、フラフラじゃねえか。おいおい、そんなんじゃできねえぞ。ちょっと滑っただけだから。ダメだろう。あなたそんな状態でステージに上がってファンのみんなを満足させられる？最高のパフォーマンスができるの？逆に言うぞ、ファンは心配するぞ。心配してライブに集中できない、マイナスしかないんだから。できますよ。おいおい、そこまでの信念は素晴らしいけど、やっぱりファンのみんなを心配させるだけじゃないの？だとしたらそれはとても失礼なことよ。そんなライブを趣旨はしちゃいけない、事情を話して心からファンに謝ろう。きっと分かってもらえる。今日できなかった分はまた取り返せばいいんだから。その通りだね。嫌だよ、私のせいでこんなの絶対に嫌だよ。気持ちは分かるけど、今日しか来れないファンにどんな顔すればいいんだよ。ミコさん、やっぱりミコの熱下がってなかったんだ。お、ヒーロー登場ですよ。ヒーロー参上。7分の22のどうやって入ってきたんです？関係者以外立ち入りは。あの、この学院の関係者です、一応。なんだと？なんだと、ゆうきちゃん。僕がミコの代わりにライブに出てやる。だからライブは結婚しよう。マジか。何を。おい、そんなの無理に決まってます。ゆうきちゃん、すごいこと言ってた。君は勢いで言ったのかもしれないけど、このまま中止じゃ。おお、マジか。ミコだって悔しすぎるだろう。ミコ、今日のためにすごい頑張ってきたんだ。お前大丈夫？僕、今まで少々のライブは何度も見てきた。完璧じゃないかもしれないけど、でも僕やれるから。だからやらせてよ。マジか。丸の内さんはなんていうか。先生、自分からもお願いします。ありがとう。不安だけど。ダメです、やはり現実的ではありません。せっかくのお申し出ですが。ねえ、この返しがね、テオリーだよ、東条勇気さんに。先生、何？スタッフの皆さんに開演時間を30分遅らせてもらうように話してきて。その間にいいんですか、東条さんを入れてのリハをするわ。マジか。カオル子さん、すごい決断力、すごいな。ミコの言う通り、今日しか来れないファンのみんながいる。少しでも届けられるものがあるなら、それを見せないといけない。そのために。トップアイドルになればなるほどね、チケットって取れなくなっちゃうから、本当にね、今日やっと取れたっていうファンの方もいらっしゃるかもしれないしね。力を貸してもらえる？東條さん。ねえ。もちろん。でもすごい決断力。トップなんか違うな。早く確認を。そのトップは。はい。私たちもステージに行きましょう。ただし、時間は限られてるわ。リハはどの曲も一回ずつしかできないと思う。オッケーオッケー、任せとけ。じゃあ私は先に。待って、私もステージに行きます。ふみのみこ、舞台袖からでいいんです。ライブを見守らせてください。わかった、行きましょう。
君の見方がちょっと変わったよ。なんであんたがこんなこと言い出したのか全然わからない。でも今まで散々やってくれたけどな、うちのグループに。ナナミジね、散々やってくれたけどちょっと変わったよ、君の見方が。よっしゃ、こうなったらやるっきゃない。ねえ、キラキラしてる、すごいな。リハは1回ずつ、うん、しかもシュシュの曲全部難しいんだよな。おう、自分から言い出しておいてすごい不安になってきたぞ。おお、こんな青ざめてるゆうちゃん初めて見た。僕らしく、ね、君らしく、うん、うん、そうだよな、僕らしく。そんなね、君らしくやるしかないよ。ありがとう、うん、先生、バッチリ得点決めてくるからな。よし、決めてこい。